お疲れ様スラットです。今日はスライゴブリンバレルやっていきます。はい、映像の通りね。おめでとうございます、枯渇会。なんと次の進化カードに選ばれたのはこいつです、バレルです。で、今の映像の通り、まあ、バレルがね、まあ、進化すると、まあ、2枚飛んでいくようになるらしいけど、1枚はねダミー、偽物らしいんですよね。なんで対応するのは片方でいいはずです。はい、まあ、具体的なそんな細かいのね詳細出てないんであんま分かんないんですけど、まあ、サイクルが2とは書いてましたね。はい、なので3回に1回進化、はい、進化ナイトとかと一緒かな。いや、バレル進化でもねおもろそうなんだよね。どうだろうな、そのどっち対応すればいいんって言ったら本物か偽物かの見極め方はもう今んところってかパッと見はねなさそう、パッと見なさそうなんですけど、まあ、普通に考えたら削られてる側をまあ削ってくるよなっていうのがその一般思考だと思うので、終わった。追いつけるかな終わった。攻めます。えら待ってんの、お願いします。運営さん事故ってください。やめてたるババイルキ。いやこれ追いつけるな。そうなので、まあ普通に考えて削られてきた方、削られてる側に飛んできた方を対応すれば対応できそうですけど、まあ、そういうところも読んでのなんか逆サイもねちょっとこうちょっかいかけてくるコカッちゃんとかだとめんどくさそうみたいなイメージだな。ハルチ、え？ハルチってそんな守れんの？意外と追いつきました。あぶね、ふー、スケラフリーズ、スケラフリーズ、そんなことがあんのか。いや、ボーリー、ファルチ絶対ファルチ来るよ。エレキでしたけど、まあいいや。やばい、インドロ、なんで攻めちゃう。フリーズきそう、回転早っマジ限界すぎる。ボーラーマジ邪魔だな。それは熱い、キングは許容。ファルチェの鎌とかがさ変な角度で入んなきゃ大丈夫なんだよな。ボーラーか、やべ読まれてるどう考えても後出しプリンしてるわ。いやこれダガーが竹取りそうないと効率いい。あとロケット何発だこれ、指名プリン警戒してくるだろ。よしよし、熱い、さすがに守れそう。危ねえマジ
おい、びっくりフリーズ。びっくりフリーズか。さすがに警戒浅かったか。危ない。さあという感じの、まあなんか両祭ね、いいことあんのかな、こかつって。でもどうなんだろうな。進化ゴブリンバレル、今までのテンプレデッキのこかつとも、組み合わせがいいかは分かんないんですけど、まあ、また新たな、なんだろうな、まあ、両サイ攻めれるってことで、まあ、新鋭隊とかね、そう、単純に考えたら新鋭隊のゴブリンバレルとかはものすごい強そうだけど、どうなんだろうね。結局、削ってる方にしか本物を飛ばさない説で考えると、あんま強くないのかな、みたいな。思っちゃったりもするが、わかんない、いざねそれを体験すると結構両サイドに振られて、え、俺の視力悪結構両サイドに振られてうざいのかなみたいなところもあるような。え、なんで違う俺の想定してたんじゃない、プリンとなんか間違えたわ、そんなことある。アシュライプリンと何を間違えたんだよ。え、ちょマジであれ全然違う、俺のしたいこと。削ってくやん、守れねえけどね。こんにちはおもろすぎるか、このバレル。え、え、絶望きた。じゃあ、あぶねえ。隙間。さあ、チャンカパーナみてえな人だ。いやー、コカッちゃん対決か。ギャングだったら、まあ、シュマイプリンで削った方が勝つよ。やだなこのダメージさ、やだな。あんまゴブリンバレルをさ、その外すことないというか、ミスらないんやけどな、視力勘違いしちゃったな。まあ、ロッケだな。ロケットだと何回なんだろう。371。これ計算むず。いや、熱い。それ。まずい。まあロケだな。バレルこれね、飛ばすだけ不利になるというか、いらないバレルね、多分いらないんですよ。いや、この許容偉っ。いっぱい来た。許して。許してください。許された。
まあこうなればロケで削ってみたいな。やば、プリンセス多すぎだろ。あぶねえ、もう本当に。いやまあ片サイしか削んないもんな。両サイ、まあ、序盤は強そう。いやどっちじゃねんっていうのがあるから面白さはあるよな。なんなら面白さに全振りしたか。でも同じ反対側に飛んでいくんだろうな、飛ばした側の。うん、だから10秒デッキとかだったらもう意味ねえ。簡単に対応されて終わんな。あ、めんどくせえな、ジャイダクネって。今ザップ持たれた俺。強すぎん？え？俺なんか悪いことした？エレスペアやかったか。えぐ！ヤザップ？ボイド。なんか珍しいな。フリー型だな。ヤザップボイドか。まあ、ちょっと古めな方ですよそれ。いやーマジで削ることしか考えてない。この後の防衛なんか知らない。じゃあ行くんな。じゃあ行くんな。ヤザップボイド型か。最近なんかヤボイドとか進化ザップの方ね。でボンバーね、ロケ打っちゃおう。削りがこの世で一番大事な気がする。フリまでいっちゃう。一旦ね、ダメージ追い上げることだけ考えて。いや強すぎんな、その形。どうなってんだ。やばい、マジ強すぎるんやけど。終わった。これ奇跡的にさ124耐えるプランしかないですけど、ワンチャンないかな。マジ奇跡で124耐えない。マジ奇跡なんだよな。なさそう。終わったやん。いやマジ最初のさ一番痛いもの、何ジャイアナメボイドザップか、強すぎる。うわー、もうちょっと守れたら。まあ最終ロケ削りあるんで、まあてか防衛ロケも使っていいな。ほんとに守れりゃ勝てるわ。いやなんかプリン外すぎたもん。まだ同じやん。ダクネー、あんたいつまで強んだ。まあ一旦飛ばすか。ヤナメかザップか何ですかみたいな。おい一発入んのでいけー。マジで始まりプリン来てえが、えぐ、バルーンもワンチャル。これフフフフ、攻めることしか考えてない。やめ使ったダークね、ザップね。いやーダメー、このダメージでかすぎるな。一番痛いのはね、相手もきついんでね。高回転プリン。あ、でもザップだった。で、ボイドだったな。ボイドザップ。やらなかったっけ。
おお、グロ。嘘みてえな攻めくるやん。私ロケットめちゃんこ落ちてん。限界なんだけどこれで。マジきついな。いやーもう矢なめを使わせられるんだよな。いやーいい。プリンの延命も熱い。進化助もある。流れとしては理想的で、エリクサのアドマルらしい。エレスピ逆いったの、しょぼすぎたな。でもこのインフェ絶対いらんよ。ビビリインフェした、やばい。あぶない、ダークネが。いやインフェいらねえとか言ってごめん、めっちゃ頑張ってるわ。こんにちは。え、こんにちはプリンセスグロない。相手はもう始まりしかない。ザップがねえのか。いや あんのザップがねえのかと思いきやあるな。さあロケ圏内。よしよし、まあ2度目同じデッキに負けたらもう学んでないやつになっちゃうんで。よく負けるかグラロアは。同じデッキに相性ありがたら勝てないもんな、きちいもんな。よしよし、ね、今のはなんだ、なぜかなぜかよかったね。足前プリンがないね。おい珍しくない、親衛隊や。いや親衛隊ミラーバレルマジ強そうじゃない。わかんねえもんだって。最悪や。おすごい。新エデスケバレディガ。え、マジ新エデバレルミラー最強だと思うんだけど、そんなことないのか。スケキン。なんかめっちゃ小物系だね。てかこういうデッキも増えそうよね。枯渇枯渇枯渇みたいな。いやー耐えれば勝ちだ。インフェって置くべき？テスラだったらさ、お気得やん。いや、美味しいこれ。スケバリ誘導できる。まあ、さすがに出さざるを得ないよね。からの、相手はスケキンとかか、呪文、あるんかな？はい。確認します。柳目あったか。おザッピ。いや早めに焦がしてもいいが、ダガーに任せてもいい。いやこの進化助うざくない。まあプリン延命できたら理想だったけど、いやー拾えねえかそれ。大盛りなんか危ない。ディガーンのやだな、ここに来て。いやーこれ手前か。うん、なんかやべえの来た。
いやマジプリン延命できれば勝てんな。いやだからスケキンって結構範囲優秀で打ちやすけれど全部蹴れねんな。これやばいよな、優秀すぎる。ワンテンポ待ってインフェ耐えて、よしよし。相手だもんこれ、ウッドでさスケバレ剥がしてバレルでちまちま与えて耐えとけば勝てそうだけど、左の方がやばい。まさかの左の方が削れる、この流れで。でかっ。いやーまあこっからか。いやこれ拾えないのねもうジジイ。なんかすんごいね、そんな頑張るんっていうぐらい。マスネクのこのウッド当たってくんなきゃ終わる。オッケー、あとはもう回転のご両親。やばプリンセスなんだよおんねんっていうこれやばいな。プリンが行かれても次のプリンが準備してる。オッケーいいね。まあ相手の攻めがちょっと少なかったんで耐えりゃ勝ちっていうのが幸せ。勝つ進化ドリームいいね回転早すぎるか。スケール好きだもんなプリンセスバレル。スケーレスピウッドプリンセスバレルができちゃうのか。いいね回転のご両親。はしまいプリンがまたねえや。よいしょトリトンね。またジャイかな基本的にはね。基本はジャイのイメージがある。いやもうおぐいや早くない？さあもうロケットで一層気持ちいいな。フェニー残っちゃったね。ボンバー型か。ボンバー型なんか嫌なんだよな。てかまあボンバーが嫌なんだよな。俺の勝ち寿司はもうプリン削りぐらいしかないんで。ヤンキーすぎないか立ち回りちょっと焦った受けしてる俺。やなめまあやなめマストで入ってくるよね。まあ、ザップがなけりゃ幸せだな。いやーこのフェニー美味しいな。無料でまああそこにロケット撃つかどうかみたいなのか。撃っちゃう絶対ダメなんかな。どうなんだろう。やべウッドネーム悪すぎん。やばいこれでさ今いくらいくれた1000かウッドネーム悪くて1000削られんのバカバカしくなんな。働かない。LSP がいる。
いやでかお願いボイドやめて。どうなってんだ。えぐい。またこのデッキやん。このデッキしかいねえやん今日。言われちまえよ。またジャイじゃねえかって。俺も持ってる。またジャイじゃねえかって。俺が一番持ってる。ワンチャンある。こっからでも危ねえ。危ねえ。マジ。あ、ジャイナークでしかおらんやないかい。本当にやめてほしい。えぐい。なんだこのジャイナークで祭り。しかもみんなサンスペなんだよな。せっかくロケットとか使ってんだからさ、ヤナーメボイドのジャイバルーンとかにしてほしいのに、みんなヤボイドザップなんだよな。プリンもさ、ヤナアメでも行かれる、進化ザップでも行かれる、ボイドでも行かれるっていう。何があってもプリンセスは生き残れないっていう。かわいそうすぎるんだよな。いやこれさ、枯渇ってバレた瞬間、端前プリン警戒されるやん。嫌すぎるよな。いやマジうざい。痛すぎるそれ。ウッドじゃなかったら幸せ。いやちょっとでかいなこの3発は。正直縦線型ね。しかもキモチ程度のトルネ警戒マジで熱い。ほんまにキモチ程度だったんだけどな。あー偉っ。偉いね。一瞬止める。やべ。いるよねもう一枚。やべ。さすがに。よかった。え、だから相手取れねえだけじゃねこれ。気づいた。でかい。取れねえ間に合わない。間に合うか。なんかたまたまプリンセスまで当たりそうで怖いね。わあ相手ウッドねえやん。幸せや。ないとか。まあトルネもあるか。いや芝居中。まあトルネで剥がすのがめんどいぐらい。警戒してこんのかい。ちょっと奥にして。バレルの位置をね毎回微妙にずらすと相手してものすごいうざい。でも禁忌されてなかったんかまだ。持ってみじゃん。ええとか言っちゃった。いやだって俺ロケあるんだもん。え何だかミスってる。
いや、なんか、0100相性引いたか。ふふふ、美味しすぎんな、このマッチ。これやばいね。こんにちは。なんか左行くならガン無視でよかったわ。手前にして一応縦線ケアまでしちゃう。よし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 。これ始め止めた方がいいか。いやいじめてるか。なんか怖いな。ファルチェで叩き込もうとしてない、なんか。悪さしようとしてるな。で、基本的に裏取るねばっか来てるんで、手前にしてあげると見事に読まれる。まあこれ端前で止めてあげればもう、ああそのガーディアンやだ。受けがないんです。さて、気づいたら左の方が削れるやつや。いや、負けすじゃんのファルチか。え、俺の育てに育てたプリンが一掃されるの悲しすぎる。早く殴ってや、あとちょっと。全然殴ってくれないやん。うわ、ウッドキアの好きを出したが足りないのか。負け筋がそのトルネードではあったが生き残れました。いや、ウッドねえのやべえな。さすがにトルネしかなかったんで、プリンセスどうすんねんボットにはなってたな。いいね、シングスケの行列。さあ、次でお住人。今みたいなん来ねえかな。はしまいプリンよこせっつってんだろ。なんか言えばわかんない。おい、初手プリンないのね。結構はげるよな。お、近いデッキだ。ワンチャンお互いプリン出すよ。出しませんでした、俺だけでした。もう一発クロスか。いや、これテスラニョキある。出ないで。うわ、遅延テスラクロスやん。マジか。クロスの中でもイカれた方のクロスやん。ロケのね。うわー、これクロスにロケ打ったらロケ削りされるのしょっぱすぎんの。でも、8枚プレイ相手してうざいな。さすがに警戒来るから。うん。トルネもあるのか。むずいね。僕は寝てるんで、飛ばすが。ふふふふ。強くね？アイスイズ。嘘や。いや、俺はこれ8枚プレイでいかに削れるかが、勝敗握るんですけど、テスラってプリンないでしょって思ってるから逆いっちゃう。いや、これね、重要だと思う。端前プリンをやんないことに、やんないのが良くない。うん、やんないことが良くないので。え、そのタイミングかぶりグロくない。うわ、今のさ、かぶるもんなのかな。いや、いけー、これもうロケで行かれるわ。グロ、今のケツないと。いや、絶対見てからじゃなかったな。かぶるもんなのか、あれ。うわ、終わった。あれ、かぶっちゃうもんなのか。定位置でもよかったな、トルネあるとはいえ。
いや回転で攻めるしかない。ええぐ強いそれ。いやワンチャンな、まだもう1回サイクルで崩せばチャンピオンねんだよ。えっていうか、間に合う。やば。やば。え？マジ？勝ちました。なぜだかわからんけど勝ちました。はい、まあでもバレルね、進化するんでこっから。まあ結局最終局面とかバレル進化しようが、でもそんな刺さらない気はしてます。だからまた新たな枯渇デッキが登場するか。まあそこは立ち回りで両サイン行くのか、まあ進化バレルがものすごい弱いのかわかんないんですけど、まあ告発自体はね、はい、今もものすごい強いデッキなので、まあちょっとね楽しみに、はい、また進化バレルね登場したら動画上げたいと思います。皆さんも告発使ってみてください。